キバー。行け。ナイスキバー。大丈夫？はい。行きます。もう4、3、2。こんにちは、もカナチャルです。そしてバイチャルです。はい、ということで今日は公式戦2日目の振り返り動画を撮っていきます。はい、はい、まずは1日目は2勝1敗で、2日目2位リーグになったんだけど、うん、2位リーグはどうだった？たくさんね、うん、1日目よりボールが来て楽しかった。おー、そっか。1日目は1試合目と2試合目の前半全くボールが来なくてね、1回も触ってないもんね。うんじゃあ早速1試合目から振り返っていきたいんだけど、うん、あ、まずはその前に1日目ってどんな感じだったっけ？緊張してた。すごく緊張してたね。2試合目お腹痛くなった。そうだよね、1日目はね。2日目はどうだった？全然緊張ほどけた。ほぐれてたね、もう大丈夫だったね。うん、うん、じゃあ1試合目から振り返るんですけど、はい、1試合目はまず何対何だったの？1試合目は1-0で勝った、うん、ね、すごい相手強かったんだけど、たくさんボールも来たしね。どうだった？強かった。強かった。1対1があったやつ。1対1止めて、その後2回連続セーブしたよね。そう、こうやって1対1行って、うん、その後またピョーンって。そうだね、あれすごく良かったよ。しっかりね、1対1の時距離を詰めて体張って守って、うん、またそのこぼれをシュート打たれて片手でね、ピョーンってピョンね、止めたんだよね。あの止めた時どうだった？止めれ、そういうさ、試合とかは緊張とかがあって、うん、やっぱ決められちゃう時があるんだけど、うん、やっぱそういう結構大きい試合とかは、うん、はめちゃくちゃ止めれた、すごいって思う自分で。ああ、そういう試合で止めれてすごいなと思った。うん、ああ、そっか。コバチャルもね、あれはすごいいいセーブだったし、あのセーブがあったから得点につながったと思うんだよね。うん、カノチャルがあの1対1を体張って止めて、うん、2回目のシュートも片手で止めて、でパントキックしてっていう流れでゴールがつながったんだよ。やっぱりね、ピンチの後はそうやってチャンスが来るんだなって思ったし、うん、うん、ゴールキーパーのセーブって本当にチームの勝敗を左右するなって改めて感じた。うん、うん、ナイスゲームでした。はい、 1-0 ってやっぱり難しい試合だからね。うん、1-0 で勝てるチームはやっぱ強いと思うし、あの時の試合の日もね言ったけど、 1-0 をものにしたチームってかなり成長すると思うから、いい試合ができました。はい、はい、よく頑張りました。じゃあ次は2試合目の試合なんだけど、はい、うん、何対何だったか覚えてる？3-0で負けちゃった。そうだね、どうだった？こう強いし、うん、いくらリードが奪い返しても、うん、もうみんなでボール取り行って、相手がバンバンシュート遠くからとかやってくるから、すで、うん、に準備していかないと結構決められちゃう。お、後半に3回決められる。そうだね、1失点目は味方に当たってコースが変わっちゃったんだよね。うん、打て打て打て、惜しかった。2失点目は正面付近の手に当たったけど入っちゃったやつ覚えてる？3失点目がダイビング。
あれ触ったんだけどね、ちょっと。いや、あれ触ってたの？うん、ほんのちょっと。1本目止めた後、2本目打たれたやつだよ。うん。ほんと？あれなんか動画の中ではあんま全然触ってないかなと思ったけど、ほんのちょっと触りました。触ってる？そうなの。いけ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 、3失点目も1回弾いてからすぐに起き上がって次のボールに行こうとしてたから、うん、すごいね、そういうところも成長見れたなって思う。あそこのチームは、うん、もういつ打たれてもおかしくない状況になっちゃう。うん、そうだね。遠目からどんどん打ってたもんね。うん、その中で前半ゼロで抑えてね、たくさん止めたんだけど、でその中で前半の遠目から打たれて、うん、しっかり足を運んでダイビングしたやつ、うん、あれもすごかったし、あの試合でのスーパープレーは1対1で止めたやつ覚えてる？後半。素晴らしい。ナイスキーパー。あれもすごかったなって思います。はい。だって2試合目の相手は少し遠目でもバンバン打つからさ、うん、いつ打たれてもおかしくない状況ってなるんだけど、うん、その中で。思ったのが、ああいう強い相手もいるから次からもしっかり準備をしておこうって思う。うん、準備が大事ってことだね。うん、よくね、2試合目は常に準備してよく3点で抑えれたなっていう試合です。うん、よく頑張りました。はい、はい、もっと決められてもおかしくないと思うからね、よく守りました。はい、はい、じゃあ最後に3試合目の試合は何対何だったか覚えてる？2対0だね。あの1失点目も2失点目もいつものカノチャルだったら止めれたかなって思うんだけど、うん、カノチャルはどう思う？あれはね、うん、1失点目はいつものは止められるけど、うん、やっぱこういう大きな試合の最後ってさ、うん、勝たなきゃと思う緊張もあるじゃん、うん、その緊張がまたなんかほぐれたのがまたくっついて、うん、ちょっと決められちゃった。うん、2失点目もそうか。それもね、多分理由があると思うんだよね。確かに今初めてこれは聞いたからあれなんだけど、うん、前日の1日目からカノチャルにねサインをくださいとか写真で撮ってくださいって言ってくれたチームの子たちとの試合だったんだよね、うん、だったから、うん、カノチャルいいところを見せなきゃ、かっこいいところ見せなきゃと思って少し空回りしちゃったり緊張したのかなって今思った。そういうことだったんか。うん、まあしょうがない。でもこういうこともね、これから
またあるかもしれないんで、うん、そこら辺はまたこう別に考えてしっかりね自分のパフォーマンス発揮できるようにやっていきましょう。はい、はい、でもサインとか写真とかどうだった？楽しかった。楽しかったし嬉しかったよね、うん、ぜひ試合会場とかで会った時は声かけてほしいよね、うん、お友達もできた。できたしね、よかったね。で裏話で動画にはしてないんですけど、最後の試合の対戦相手の2年生の女の子が試合後ね、カノチャルに友達になってくださいって走ってきてくれたんだよね。ほんとそれ帰る前だったからね。帰る時に追いかけてくれてね、うん、でそこでサイン書いたり写真を撮ったりとかしたんだけど、カノチャルの何をあげたの？カノチャルのヘアバンドをあげた。ね、ヘアバンドをその子にあげたんだよね。うん、ちょうど水色のユニフォームのチームの子で、カノチャルもその日水色のヘアバンドをしてたからね、うん、友達になってくださいって言われたから、友達の証、ね、証としてヘアバンドをちょっとこうカノチャルがその日つけてたから、あの汗もねついてたかもしれないけどあげたんだよね。うん、うん、まあこうやってねサッカーをやっていると友達はたくさん増えていくと思うので、はい、うん、これからもたくさん友達が増えるようにまたサッカーね頑張っていきましょう。はい、 はい、じゃあ全体通して2日間の試合公式戦はどうでしたか？結構ああいうさ、うん、ああいうでかいチャンスもないから、うん、いい思い出も作れた。うん、あんまりね公式戦ってアンダー8の大会初めてだったしね、じゃあそういう風に思えたんならいい2日間でした。はい、来年はアンダー9の大会があると思うし、逆にこのアンダー8の大会は女の子は3年生まで出れたじゃん、うん、ってことは来年もカノチャルはアンダー8の大会に出れるってこと。わーい、ね、なのでその時は全試合ゼロで抑えれるようにまた1年後ぐらいにあると思うので頑張っていきましょう。はい、はい、じゃあ次の場面まで時飛ばししようかな。え、どこ行くのかな。さあどこでしょう。はい、それでは次の場面まで時飛ばし。はい、はい、あれ学校は冬休み。何してるん？お散歩。お散歩？この後は？お散歩して、うん、ちょっと自主練やろう。そっか。じゃあ冬休みもね、自主練とか勉強とかね、ピアノとか英語とかも頑張っていきましょう。はい。はい。雪がまだ溶けとらんね。うん。こっち向いて。似合ってんじゃん、ニット帽もネックウォーマーも、うん、ウェアも。ね、うん、いい感じ。あぶね、滑った土土じゃない、氷ってた、うん、風が冷たいね。頑張れ、ほら。よし。はい、今散歩とランニングやってきたので、ストレッチしてボール蹴ったりね、キャッチの確認とかしましょう。
当たんなかった。お、ナイス。お、危ない、アウトになる。お、ナイス。お、危ない、ぶっ飛んだらアウトになるよ。お、ナイス。お、ナイスキャッチ。お、ナイスキャッチ。お、ナイス。アウト。ガイア。正面だよ、ね、上かもしんない、お腹かもしんない、ショートバウンドかもしんない。ナイスキーパー。おー、ナイスキーパー。オッケー、ナイスキャッチ。よし、じゃあおいで、じゃあエンディング撮りましょう。それではまた、はい、座ってください。はい、ちょっと遠いかな、大丈夫、ちょっと疲れた、うん、ナイスキー、よく頑張った。はい、じゃあ今日のサッカーどうだった？楽しかった。ちょっとカメラが遠いって聞こえないかもしれない。はい、じゃあ最後の一言お願いします。はい、じゃあ、はい、バイバイ。さあ、冬休み始まったばっかりだから頑張ろうね。はい、バイバイ。おまけ。見てくれてありがとう。いいね、チャンネル登録もお願いします。